探し続け、僕らはどんな回も裏切られて立ち上がり続ける。どうや、すいません、ちょっとあのまだパフォーマーさん出番、あ、まだですか、はい、今日スターゲットの撮影って聞いてきたんですけど。あ、そうなんですけど、はい、ちょっと出番まだなんで。大道芸、大道芸、まだですか、はい、すいません、すいません、ちょっとどうしよう、この後この後どうしたらいい、ジャガ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 、やりきった感出しとこう。リハーサルですか、これから本番。なんかせえ。次は何？いや、次は押す。すごい好きや。ちょっとちょっと。どうしよう。メンディッシュ。メン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 。どう。コテ。さてさて。コテコテ。コテコテ。どう。どう。メンメン。ね、これどう。あ、消えた。今の使われるわ、きっと。コンセプトはヤンキー上がりのこのブラシを借りていけるのかどうです。金を貴重に。ご苦労様です。いや、お勤めご苦労様。まだまだわしも若いもんな。わしな、わしですからな。お、苦しようない、苦しようない。いやね、こっち髪型整えたんだよ。邪魔やろ、考えろよ。お前ほんま、もっと撮って、もっと撮って、もっとかっこいいトモさんも一緒にな。マスクの位置おかしい。マスクの位置おかしい。何も見えへん、見えへん。かんでも頭でできたやろこれな。13たす8たす8は29。これかかんでもできたやろ。めっちゃむずいのあるけど、95かける105かける120。縦かけ横かけ高さ。なるほど、頭いいわ。兄弟は嫌いな、頭いいわ。日本4月号立ってるよな。立ってるよ。どうどうした、どうした、はい、ひろこさんとリスルとまとめます。イエーイ、6月14日、うん、ワンスアゲイン隣り合う隣り合うワンスアゲイン、発売いたします。はい、今日はその
ちの片っぽの PV 映像を見てもらうか、見てもらったかをしてると思うんですけれども、はいはい、どうでしたか、ファンスアゲインの PV 撮影は。あれ、どこで撮りました？海の方で撮りました。海の方、横浜の方ですね。ね、で撮りましたね。そう、倉庫みたいな。うん、雨が寒かった。雨が寒かったね。あの、タクヤが外でさ、うん、崩れ落ちるシーンみたいなのやってた。あの時も雨が降ってたやん。降ってたね。で、あの、タクヤさん、始まりますみたいな、ずっと傘でこう、守ってもらってさ、うん、で、始めますって、ね、そこはぁ関係ねぇっすね、タクヤさん。もう、この傘、もう、もはやいいみたいな。大変でしたけど、いい PV できましたね、うん。監督は、おなじみ池田健さん、はい、素晴らしい作品だったなと、うん、私たちも感動いたしました、はいはい、ね、みんなに見ていただいたでしょうか。まだ隣り合うという、ね、楽曲がね、はい、あのおりますからね、キリッと残してますから、ね、どんな曲かみたいなのは、まあ、アニメ見た人はちょっとは知ってるやけど、はい、全部は知らんやろ。全部見せへんのがオーラルやで。はい、やっております。本当に、ツアーも回ってますけどね、うん、はい、すごい楽しいツアー回らせていただいてます、ね、皆様のおかげです、うん、武道館もあとちょっと、あとちょっと、あとちょっとですね、もうちょっとでね、まあ、オフィシャルのね、ダイニングツアーファイナルでございますから、はい、盛大にパッとうっわーやってきたなと思いますので、1分もありますね。意外と意外と、だから、あのシュッと喋る術を覚えましたね。シュッと喋る術を、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 術を覚えました。術やな、術です。ということで、あと40秒何の話しようかな。適当にも大言うと多分誰かが喋ってくれる。嘘。じゃあ今日の朝、今日の朝はね、家を出てで、僕いつもイヤホンね、ワイヤレスの、うん、あれをいつも忘れるんですよ。あ、これね、充電せないね、充電してるから、そうそうそう、これ誕生日プレゼントにもろて、そうよ、マネージャーにもろて、いいよ。マネージャーとできてんの？そうやねん。そうせやゼロとできてますで、まさにあと10秒でそれ落ちまで言わないで、だから次誕生日俺やん、うん、うん、なんかもらえるんかな、マネージャーから。もう話変わったけどどうしたん、その出るときいつも忘れんねん。忘れんねんの話終わる。終わってもまた気になる。答えは、答えはね、5月号で聞けるのか聞けないでしょ。話でございます。オーラル頑張っていきます。はい、4月終わって5月、一緒に頑張っていこうぜ。乗り切っていこうぜ。5月病なんて以上オーラルネット日本でした。